DSPDS。はい、すいません、京都ね。綿飴職人、今年いっぱいね、卒業したことによってね、ネタが切れてしまった、経営 YouTuber のつるでございます。はい、もうネタね、もうないんで、10月頃ね、まあ沖縄行くんですけど、はい、あと近々ね、まあ別荘も行こうと思ってんですね。ちょっと千葉の方なんで、ちょっと家の方がね、心配なんで、はい、見に行かないと。って感じで今日はね、5、6、7年前ぐらいに流行ったやつ、ちょっとね、ついていきたいと思います。こちらです。アプーパシャーン小原の街。昔、振るのがね、流行ってたんですよ。こう振って、チョコボールになるっていうのが流行ってて、僕もね、やったんですよね。そしたらちゃんとね、チョコボールっぽくなってね、やっぱ学校とかで流行るんですよね、こういうの。で、うまいかってやれたらね、まぁ、ちょっと当時の動画見ないとわかんないんで。で、今日はね、これで何をするかというと、餅つきでね、やったらね、こうね、こうチョコボールになるところが見れて、もうさらにね、空気が入って美味しくなるんじゃねえと思ったんでね、やってきてる。では、開けます。ほっ。いつもね、これ楽しみだったんですよね。見つけよう、ラッキーコアラー、鉛筆コアラー。これが出てくるかね、ちょっと見つけろってことですね。昔なんかクイズとかあってね、このクイズが、なんか後ろに答えがあったりとかしてて。はい、鉛筆コアラね、いませんでした。ちょっとね、少ないんで、もう一箱入れますか。では、二箱入れたんでね、早速つきましょう。いきます、スイッツーワンゴシュ。ダメだ。もういいと思います。とほおお、すごいまん丸。ではこれにチョコをねかけて本物のチョコボールにします。よし、ではかけます。もうこれぶっこんだ方がいいね。はい、これでちょっと整えますか。はい、完成しました。なんかね、小春町2箱分とは思えない小ささですね。では、いただきドンティ。これが成功したらね、ぜひ、ほら、くっついてる。うん、おぉ、ビスケットの上にチョコがかかってる、ビスケットチョコレートに似てる。もしくは、エンゼルパイ。いいね。はい、って感じでね、完食しました。普通にね、美味しくね、いただけたんで、ぜひね、PDS プロデュースのね、コアラの街チョコボール、もしくは、コアラのうんこボールとかでもね、発売したらね、爆売れ間違いないんで、ぜひね、コラボしましょう。なんで、See you! PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしくよー。動画のグッドボタン。